はい、どうもこんにちは、イアンです。今回はね、決戦クマのね、アルティメイトをやっていきたいと思います。で、パーティーはね、サッチパです。で、フェスゲン2体使ってるんですけど、まあ、ここはね、ステータスの高いキャラだったら誰でも OK です。あの、スキルは、核以外ね、使わないので、ルッチの、あの、獣の方、ドロップする獣の方とか、まあ、あとは、サッチがね、10ターンで発動なので、まあ、それに合わせて、ドーマとかね、あとはカポネとか、あの辺確か10ターンですよね。あの辺使うのもありだと思います。で、ベザンブラック号だとね、1ターン短縮なんで、一応こっち使います。まあ、サニー号でもね、全然大丈夫です。はい、まず1回はね、まず将軍ゾンビは絶対倒さなきゃいけないので、この場合1ターンのキャラが、将軍ゾンビ合わせて3体いるじゃないですか。この場合は、まず2人タップした段階で3体目で自動で変えなきゃいけないんですよ、カーソルを。ってなると、2回目の攻撃キャラを、長いモーションで攻撃してくれるキャラの方がタップで変えやすいので、この場合、エネルで変えます。こんな感じで、ここで変えやすいんで、って感じでやる感じです。まあ、上手い人だとね、あの、今のパーフェクトでガン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 いけちゃうんですけど。はい。こんな感じでね、ダメージ食らっちゃうと、戦闘効果発動しなくなっちゃうんで、ダメージは食らわずに突破します。で、ここも、カメ倒しちゃいます。あ、やべえか。危ない危ない危ない。危ない。はい。で、ここも普通に、攻撃します。将軍ゾンビはね、必ず倒してもらえれば。大丈夫です。あー、やりすぎたね。で、ここからスロット調整です。で、ここで突破しちゃいます。で、キャプテンフレンドの、サッチが両方ともね、スキルレベルが低い場合は、使って突破で大丈夫です。で、切れた時にもう一回突破、あ、突破じゃない、ショットを使うような感じで大丈夫です。ここで即スローがいっぱい出てくれるので核を使います。こうなるとね、結構余裕があります。こんな感じでね、まあ、割と安定するパーティーだと思います。まあ、ちょっと最速なのかな、最速ではないかもしれないんですけど、まあ、かなり高速でね、周回できるので、で、決戦クマ、まあ、普通にやっちゃうとね、長いので、まあ、結構おすすめというか、まあ、クマやっぱ使えるので、まあ、スキルマ目指してね、頑張っていただければと思います。
はい、以上ね、決戦クマのアルティメットナイトでした。ご視聴ありがとうございます。